Salut les gens, c'est Minami pour la chaîne Display Web. On se retrouve sur Voice of Cards, The Forsaken Maiden. C'est le deuxième opus d'une saga assez atypique, vous verrez. Pour en savoir plus sur le jeu, c'est sur displayweb.fr. Pour la chaîne, abonnez-vous, commentez, likez la vidéo et c'est parti pour Voice of Cards.
素晴らしい。
雨の出現に轟くブライトの雷撃が魔物に直撃する。甲羅を貫かれた魔物が沼へと沈んでいく。雨音の聞こえる静けさが湿原に戻ってきた。黒の巫女は青い花へと手を伸ばす。花は時かけ草という名の薬草の一種だそうだ。傷を癒す薬に使われるらしく、人体の時間を戻すとまで言われているが、真偽は定かではない。新たな魔物の視線に気づいた君は、皆を先導して村へと歩み始める。この花で時間稼ぎを。雨でかき消された黒の巫女のつぶやきを気にしながら。村へと戻った君たちのもとへ、巫女様お帰りなさいと何人かの村人が駆け寄ってきた。湿原での魔物狩りに感謝しつつ、巫女の無事を喜ぶ村人たちの声にクイーナは順に応えてゆく。村を思い希望をもたらす黒の巫女は村人たちからも愛されているようだ。村人たちが去った後、君は改めて巫女の器を借りられないかと黒の巫女たちに切り出した。しばし迷ったクイーナは、見せたいものがあるのと君たちを巫女の社へと案内した。宿屋に行くと、店主は正気のない表情で言った。休みたければ好きに休んでいってくれと。滅ぶ運命にあるこの村で、今さら宿代など稼いでも仕方がないと店主は投げやりになっている。湿原の魔物に村を襲われでもしたら、村長は最悪の事態を考えながら沼を見つめている。器を貸してあげる。黒の巫女の答えに君は拍子抜けする。さらに彼女は巫女の使命を放棄しようとしていることを君たちに明かした。
彼女は村のために力を尽くしていたように見えた。それなのになぜ。使命を全うすれば島は守られる。それよりも大切なものがあるのだろうか。クイーナは君の問いに答えるかのようにゆっくりと目を閉じた。そして光が収まると、そこには腹部が大きく膨らんだクイーナの姿があった。黒の巫女は子供を身ごもっていたのだ。湿原に咲くトキカケソウから作られた薬で今まで妊娠を隠していたのだという。巫女の儀式で身を捧げ、この島を守るために彼女は生きてきた。だが巫女として子を産めば同じ犠牲の宿命を背負わせることになる。我が子を守りたい、ただそれだけの願いを彼女はまるで罪であるかのように苦しそうな顔で語った。黒の巫女が使命を放棄するといった本心は分かった。だが村人たちはそれを受け入れられるのだろうか。お腹を抑えながら苦しみだしたクイーナをブライトが心配そうに支える。生まれようとしている子供、その父親は黒の従者なのだろう。死に瀕した村に最後の希望であるはずの巫女の苦悶の声が痛々しく響いていた。巫女の社の寝台で黒の巫女は寝込むこととなった。巫女の容体は村中に伝えられ、村人たちは動揺を隠せないでいる。島々をめぐり、ラティが必死に求めた巫女への道。クイーナが巫女の使命を放棄すると聞き、ラティは複雑な心境のようだ。時かけ草の薬で体の状態をごまかす間に妊娠はかなり進んでいたようだ。巫女者の口から黒の巫女が抱く出産への思いが語られる。クイーナとは幼い頃から成人するまでの長い付き合いで、彼女はさまざまな不幸に見舞われてきた。そんな中、何としてでも自身の子供だけは産みたいのだと。勢いよく扉が開かれ、息を切らした村長が社へと入ってきた。話を聞くと、湿原の魔物たちが村を襲うために集結しているという。クイーナが倒れている間、村が襲われでもしたら対処しきれないだろう。君たちは先制攻撃を仕掛けるために魔物が集結している湿原の奥地、魔物の巣へと向かうことにした。N'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo et à vous abonner à la chaîne. À la semaine prochaine!